皆様こんにちは、クドです。クリスピークリームドーナツにハロウィンが来たよ。視聴者様からのリクエストということで、ぜひねクリスピークリームドーナツのハロウィンドーナツも食べてほしいとありましたので買ってまいりました。ハロウィンドーナツは全部で6種類あるんですけど、こちらの箱に入れてほしくて、ハロウィンダズンハーフみたいな名前の6個入りのやつを買いました。あとは僕が食べたいやつもちらほら買ってきて、味変が欲しくなるということで、今話題のこちら日清さんの特上カップヌードル、これがね4種類コンビニで発売されていて結構話題なので、これもね味変に食べていこうと思います。では早速いただきます。仕事の休憩中です。急ぎます。メープルパンプキンジャックです。かぼちゃの味するんですかね。いただきます。わ、美味しい。クリスピークリームドーナツ、ドーナツ生地がふわふわもっちもち、うん、めっちゃ美味しい。オレンジ色のコーティングはかぼちゃ味なんですけど、中のクリームがメープルクリーム、本当にメープルシロップをクリームにしましたよみたいな濃厚で甘いクリームがたっぷり入ってます。めちゃくちゃ美味しい。こんなに毎日美味しいものばっか食べて本当いいのかなって毎回思っちゃいますね。じゃあ次はこちら、チョコスパイダーです。オリジナルグレーズドにチョコレートコーティングで、ホワイトチョコレートの線掛けですかね、クモの巣っぽくなってます。いただきます。うん、オリジナルグレーズドの砂糖コーティングがシャリシャリでめっちゃ美味しいんですけど、この上のチョコレートコーティングが熱いからちょっと熱で溶けててトロッとしてて美味しい。ミスタードーナツで例えるとハニーディップのドーナツにチョコレートコーティングしてるみたいな感じ、ほんとそんな感じで、チョコレートコーティングが分厚い気がします。しかもチョコレート自体もこっちの方が美味しい気がする。めっちゃ好き。ハロウィンスプリンクルですね。このプチプチのチョコレートスプレーがたくさんついてる。カラフルというよりかはハロウィンカラーのチョコレートスプレー。美味しそう。いただきます。このドーナツもね、ベースはオリジナルグレーズドになってます。ザックザクで美味しい。コーティングは普通のチョコレートなんですかね。これも美味しい。視聴者さんからリクエスト来なかったら、クリスピークリームドーナツ撮影するかどうかわからなかったんで、本当にね、リクエストしてくれて嬉しいです。ありがとうございます。一番秋っぽいドーナツ、モンブランチョコリングです。土台となっているドーナツがチョコレートなんですかね。上にはモンブランクリームが絞られてますね。この四角い物体は何なんだろう？キャラメルかな？いただきます。めちゃくちゃ甘さ控えめで美味しい。モンブランクリームが濃厚というよりかはねっとりしてる。一般的なモンブランクリームと舌触りが全然違う。何なんだろうこれ、めっちゃ不思議。栗感はある程度あるんですけど、思ったより強くない。ドーナツとしてめちゃくちゃ美味しい。じゃあこの気になる四角い部分も一緒に食べようと思います。食べてみた感じだと普通にチョコレートって感じ、栗味のチョコレートっていうことなんですかね。幸せすぎてどんどん語彙力が落ちていってますね。黒猫スイートポテトだって。スイートポテトなのこのドーナツ。めっちゃ美味しそう。猫ちゃんの顔ですね。めっちゃ見た目も可愛いし、まさかのスイートポテト味、気になる。いただきます。中にはね、黄色いソースが入っていたんですけど、これがスイートポテトクリームなんですかね。普通
通にカスタードみたいな味なんですけど。え、どうなんだろうこれ、カスタード、スイートポテトクリーム。でもこのクリームがスイートポテトじゃない限り、他に要素が見つからない。え、わかんないな。味はめちゃくちゃ美味しい。ドーナツ生地もめっちゃもちもちでふんわりしてるし、チョコレートコーティングは安定に美味しいし、さらにこの甘い黄色いソースまで入っていて、味は申し分ないんですけど、スイートポテトって言われたらちょっとわかんないな、これ。うん。アップルリングです。このピンク色のコーティングが何味か気になりますね。そして上に見えている白い物体はドライアップルですね。あとはピスタチオとかもね、散りばめられていて、見た目が可愛いですね。では、いただきます。うん。ストロベリーコーティングかな?おそらく。口に入れた途端のフルーティーな感じが半端ない。めっちゃ美味しい。そして、このリンゴのシャキシャキ食感も残しつつ、味が凝縮されてる感じもめっちゃ美味しい。リンゴの爽やかな感じが半端ない。生のリンゴ食べてるみたい。リンゴはちょこっとしか乗ってないんですけど、でもこれはリンゴドーナツって言っていいぐらい、リンゴの存在感半端ない。これめっちゃ美味しいわ。ミイラチョコリングです。さっきのね、チョコスパイダーに似てるんですけど、ミイラの目がここについてますね。では、いただきます。うん。さっきのチョコスパイダーは、ドーナツがね、オリジナルグレーズドで、砂糖コーティングされていたんですけど、こちらはね、何にもコーティングがないプレーンのドーナツで、甘さが控えめで食べやすくなってます。より甘いのを追求したい場合は、さっきのチョコスパイダーを選ぶのがいいんですけど、チョコレートドーナツ食べたいけど甘さ控えめがいいっていう方は絶対こっちの方がいいですね。うん。チョコクリームですね。ドーナツの表面にはめちゃくちゃ砂糖かかってます。チョコレートソースの線掛けもね、されてますね。うん。というか、チョコレート系のドーナツ多いね。無意識に買ってたけど。うん。わ、このチョコレートソースうまっ。めっめっちゃ濃厚で、トロッとしてる。チョコレートドーナツ食べたい人は、絶対これだ。この周りの粉糖もいい仕事してますね。甘すぎるかなって思われがちなんですけど、チョコレートの甘さと砂糖の甘さはまた別物というか、違った角度で感じるから、そんなにね、甘く感じない。これ、美味しいわ。残りね、二つになったんですけど、ブリュレグレーズドカスタードって言うんですけど、このドーナツがほんとね、クリスピークリームドーナツさんで、一番好きなドーナツ。ドーナツの表面がパリッパリのキャラメリゼでコーティングされてるんですよ。その上、中にはカスタードクリームが詰まっているという。いただきます。ん?美味しい。このドーナツ考えた人、マジで天才。一番最初に食べたメープルパンプキンジャック、これで締めようと思います。最初に言ってなかったんですけど、上のところにはね、この角がありますね。これね、かぼちゃの種ですね。お腹いっぱいになってきた。この中のメープルクリームめっちゃ美味しい。こちらですね。日清さんのカップヌードルなんですけど、9月の13日ぐらいかな。ちょっと詳しい日付はテロップかなんかで出しとくんですけど、もしここにテロップがなかったら僕が人差し指を右に左にやってるだけです。そんなこんなで発売開始されたんですけど、全国のコンビニエンスストアで買えるみたいで、味がこちらの普通の醤油味とカレー味、シーフード味、トマトチリ味、4種類あるんですけど、いろんな人のレビューを見る限り、このね、普通の醤油味が一番美味しかったという意見が多く目立っていたので、この味にしたんですけど、カップヌードル史上最大サイズの謎肉入りということで、やっぱりね、この謎肉がメインというか、美味しくて有名じゃないですか。みんな
大好きだと思うんですよ、この謎肉。これがね、特大サイズになっているということで、楽しみですね。特製トリュフオイル、これがね、ついてるんですよ。中開けるとこんな感じですね。まあ、普通かな？いや、なんか大きい謎肉が入ってたり、小さい謎肉が入ってたり、なんかランダムって感じですね。大小様々って感じ。よし！じゃあね、3分待っていこうと思います。はい、ということで、食べやすい高さにしたんで、揚げていきますか。こんな感じです。普通のカップヌードルとあんまり変わりはないですね。まずはね、このトリュフオイル入れずにいただいていきます。何が違うのか。他の人のレビューによると、醤油感がね、すごく増してて、ちょっとね、甘口感もあるみたいな感じでした。よく食べてますから、味の違いはね、絶対わかる。いただきます。確かにちょっと違うぞ。屋上まで名前をつけて、なんかいつもと違うというコメントしか出てこないやつ。でもなんか違う気がする。うん。確かに醤油感が強くなってる気がする。味もちょっと濃いかも。普通のやつに比べて。でも嫌な濃さじゃなくて、美味しさが勝ってる。味の濃さよりも。肉の大きさは正直そんなに変わんないな。これの3倍くらい欲しいけどね。うん。大きくはなっているんだろうけど、そんなに大差ないかなって感じ。でも味美味しい。十分このままでも美味しいんですけど、やっぱりこの特製トリュフオイル、これ入れてみたいね。どう変わるのか。まさかのトリュフオイルを合わせてくるっていうのがすごいね。パスタとかによくかかってる匂いがする。かけます。うわ、色がめっちゃ茶色。トリュフオイルってこんなに茶色の色してるっけ。すげえ。全く別のもの。すごい、トリュフだ。いただきます。確かにこれね、トリュフオイルかかるだけでお店の味になった。めっちゃスープとかにこだわってるぜっていう、美味しいラーメン屋さんのラーメンの味がする。あ、美味しい。うん、僕はね、トリュフオイルかけた方が美味しいと思います。うん、確かに味の違いはめちゃくちゃあるし、オイルが入ることによって旨味もスープのコクも増してるような感じがします。しかも最後、卵、エビ、謎肉の3種類で一気にこう食べたんですけど、いつものカップヌードルに比べて肉の存在感が全然違うかった。やっぱりね、大きくなってます。肉の感じ方が全然違いました。めっちゃいい。これゴロッとしてる。まあね、コンビニで見かけたら一度はね、買って食べてみてもいいかもしれないですね。うん、それぐらい普通に美味しかったです。はい、ということでごちそうさまでした。本日の第1位は、この1位決めね、カットしてるから結構パッと答えてるように見えてると思うんですけど、結構ね、3分ぐらい毎回迷ってるというか悩んでるんですよね。いや、これむずいぞ。普通に行けば、最後の方に食べたブリュレグレーズドカスタードなんですよ。僕がクリスピークリームドーナツで一番好きって言ってたやつ。あれなんですけど、やっぱりね、ハロウィンドーナツの中から選んでほしいという方が 99% だと思うので、そうなってくると、いや、これね、黒猫スイートポテト、本当にポテトだったのかなっていうのがずっと引っかかってるんですよね。美味しかったんだけど、そこはちょっと外して考えると、チョコスパイだー。はい、オリジナルグレーズドにチョコレートコーティングで蜘蛛の巣みたいな線掛けをしてたやつ、あれですね。ふわもち食感のドーナツに砂糖コーティング、さらに分厚めのチョコレートコーティングで、ちょっと厚さでトロッと溶けてる感じなのに、めっちゃ美味しい。くどくなくて甘さが、うん、あれだと思います。はい、よかったら参考にしてみてください。はい、ということで本日もご視聴いただき
ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。